はい、どうもスケシュンです。今日なんですけど、富士フィルムから新しく発売される XE4、 これの話をしていこうと思います。僕はビデオグラファーを10年以上続けてきていて、主に映像の仕事をしているんですが、別チャンネルで映像専門のチャンネルもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。今日なんですけれども、久しぶりに富士フィルムの話ですね、やっていこうと思います。いろいろですね、噂みたいなところで動画を出してた中でですね、ちょっと僕の仕事だったり、会社の仕事自体ですね、かなり忙しくてなかなか動画が撮れないっていうところでですね、もうすぐ発売にはなっちゃうんですが、今回は XE4 のですね、解説、僕の雑感なんかをですね、話していければなと思います。待ってた方すごい多いかなと思うんですけど、 XE4 ですね、発表されてます。で、発売日としては2月の25日ということでですね、もしかしたらこの動画が出ている時には発売されてるかもしれないんですけど、そのあたりはご了承いただければなというふうに思います。で、金額としては108,900円というところで、手が届きやすいような金額になってるかなと個人的には思いますし、多分迷う方はですね、 XE4 を買うのか XS10 を買うのか、このあたりが迷うところだと思うので、そのあたりも含めてですね、話をしていければなというふうに思います。はい。で、これが XE4 のページになるんですけれども、で、 XE4 って初めてこう見る方に注釈をすると、分かりやすく言うと X+3 の小型版みたいなイメージですね。レンジファインダースタイルで、富士フィルムの中ではかなり最小の方のボディを持つっていうのが特徴になります。で、それまで今まで最新だったのが XE3 っていう形のカメラだったんですけど、それの純粋な後継機っていう形ですね。高性能がいいんだけど大きさが気になるとか重さが気になるっていう方は、この XE4 すごくいいカメラかなと個人的には思っています。このレンジファインダースタイルっていうのが結構かっこいいんですよね。ここがフラットになっているのがすごくかっこよくて、僕はなんかこうカメラを持つ所有感としてはすごくいいカメラだなと思ってます。ペンタブがあるカメラ、すごく多いと思うんですけど、この XS10 だとですね、こういうペンタブがあるんですよね。これが好きな人もいるかなとは思うんですけど、僕はなんかない方が結構好きだったりするので、個人的にはこの XE4 の方が好きかなと思いますね。これは本当に個人的な好き嫌いだったりするので、参考までに聞いていただければなと思います。ただやっぱり X+3 持ってる方とかは XE4 すごくこういいなっていう風に思う方が多いんじゃないですかね。で、先ほど言ったレンジファインダースタイルですね、これもまたいいんですよ。ちょっとクラシカルな感じで、やっぱりその人によってはそのファインダーの軸とそのレンズが同じ位置にないといいカメラではないっていう人もいらっしゃいますし、そういう風なカメラが好きっていう人がいるのも事実なんですけど、逆にこういうレンジファインダースタイル、昔みたいなスタイルの方が好きっていう人も中にはいるので、本当にこれは人によって選べるし、富士フィルムはレンジファインダースタイルの人もそうだし、普通にこう、センターのファインダーのスタイルの人用にも、S10 とか、あとは XT30 とかそういったカメラがあるので、そこが選択できるっていうのは富士フィルムの大きな特徴なのかなと個人的には思います。いや、もうこのなんていうんですかね、ミニマルっていうのが正解なのかわかんないですけど、僕はミニマルなカメラっていうような印象があって、すごくいいなっていう感じがしますね。ボディの厚みはですね、約32ミリということで、大体3センチぐらいですね。 X+3 も結構薄いカメラにはなるんですけど、本当にコンデジぐらいの薄さしかないかなと思います。で、プラスしてさっき言ってたペンタブの部分がないので、フラットなのでポケットにもすごく入れやすくて洗練されたデザインかなと思いますね。ただやっぱりこのレンズですね、レンズをどれ使うかによってポケットに入るようなカメラになるのかどうかっていうところが決まるので、おそらくこの XE4 はこの今つけてますけど 27mm の F2.8 っていうパンケーキレンズですね、これは2台目のパンケーキレンズだと思いますけど、これをつけるっていうのが一番僕は機動力があって、一番この XE4 に合うレンズかなと個人的には思いますね。あとはやっぱりそのボディが結構小さいことによって、他の XF35mm の F1.4 とか、軽かったりはするんですけど、フロントヘビーって言ってレンズの方が重くなってしまうと、こうどうしても傾いちゃうんですよね。で、そこをこう抑えるっていうことが必要になってくるので、どっちかっていうとこう、ボディのカメラボディの方が重い方がバランスは取れてるっていうふうに言われていて、それなんでかっていうと、やっぱりそのレンズの方が重いと、そのピントのシビアなフォーカスを調整できづらいんですよね。その重さを支えながらフォーカスを調整しないといけないので、でボディが重い方がですね、ボディをこう支えながら、軽い方で
まあ、レンズ軽いレンズ側でピントを調節するっていうようなやり方ができるので、できればフロントヘビーじゃない方がカメラのバランスは良くなるかなと思いますね。っていう意味合いとしてもパンケーキレンズをつけるのが個人的にはおすすめかなと思います。で、重さが、まあ、364g っていうのはすごいいいことですよね。 iPhone の、Pro Max みたいな感じだと多分 188g とかなので、まあ、iPhone2 台ぐらいの重さっていう感じですね。まあそれプラスレンズってなるので、まあ、大体 500g ぐらいになっちゃいますけど、iPhone とかより明らかに画質は絶対いいと思うので、一つ、まあ、いい手ではあるかなと思います。あとはですね、新しくシャッタースピードダイヤルが付け加えられました。で、プログラム P っていうのが新しく追加されたんですよね。今までの富士フィルムって F 値とシャッタースピードとあとは ISO ですね、これをまあオートにしたり自分で故意に設定したりっていうところで、まあ、全てをこうカメラに任せる設定だったり、自分で被写選択をしてシャッタースピード優先とかそういったモードを自分で作り出すっていうような、ちょっと初心者の人には分かりづらいようなカメラの位置づけだったと思うんですけど、まあ、新たにプログラムっていうのがつくことによって P のポジションに入れればカメラが勝手に設定を最適化してくれるっていうモードになってるので、これ初心者の人にはすごく嬉しいカメラなんじゃないかなと思います。やっぱりそのまあどんどん上達していけばですね、そういったカメラに任せるのではなくて自分でフルマニュアルで撮っていくっていうことが多かったりすると思うんですけど、僕も結構ですね、正直に言うと子供とかの撮影ですね、その子供がこう走ってるところをちょっと撮りたいなとか思った時に X-Pro3 でもうフルオートにして撮影をしていることも結構あったりします。なのでそのマニュアルが絶対いいっていうわけではなくて、その自分が撮りたい場面によって合わせるっていうのがやっぱり一番いいかなと思っていて、それが一瞬でこう P モードっていう風にできるのはすごくいいことなんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つすごくいいところとして180度のチルト式の LCD モニターっていうのがついてます。これ XE シリーズで初めてのチルト式の LCD モニターなんですよね。これ今まではそのモニター自体も全く動かなかったっていうモニターが XE3 の時代だったので、まあローアングルとかも撮りづらかったりですねしてたんですが、これがで、付けられることによって、まあローアングルとかハイアングルとかの撮影もしやすくなったし、あとは自撮りですよね、自撮りも簡単にすることができるようになったので、ここはすごい嬉しい方多いんじゃないですかね。まああとは動画を撮るような方とかにも、僕は対応できてるかなというふうに思っていて、まあ XS10 とかもバリアングルのモニターでできてますけど、バリアングル好きじゃないっていう方も時々いらっしゃるので、こういう180度のチルト式ができるのはすごくいいことなんじゃないかなと思います。今まではその廉価版ですね、 XT100 とか XT200 とかそのあたりは付けられてたりするんですけど、僕もそれいいなって思ってたんですが、ようやくまあこういった普通の注意機種にも付けられてきたかなと思います。で、ビューファインダーですね、236万ドットっていう形で、他の上位機種のカメラとかそこまで大きく変わるわけではないので、ここはすごく見やすいファインダーになってるかなと思いますね。で、あともう一つ、レンジファインダー式って、まあ、レンズの真正面からちょっとずれてしまうっていうデメリットはもちろんあるんですけど、利き目が右目だった人の場合ですけど、右目で見てた場合って左目でその場面がどういう風になっているのかっていうのが実際に見れるんですよね。まあレンジファインダー式のカメラの大きい特徴かなと思っていて、個人的にはそれが結構使いやすかったりするので、まあ例えば子供がどこから入ってくるのかとかを左目で見ながら写真を撮影するとか、そういった中で使いやすかったりもするので、僕は全然好きかなと思います。人によりますかね。あとこういうユーザーのカスタム設定は他の富士フィルムのカメラと同じくカスタム設定をすることができます。でボタンとかもですね、正直いっぱいあると初めて、まあ、初心者の方とかすごい使いづらいと思うんですよね。間違ってボタンを押しちゃって設定が変わっちゃって元に戻せないとか、そういったことも起きちゃったりすると思うので、このあたりもいいところかなと思ってます。センサーに関しては X トランスの第4世代というところで、まあ、X Pro 3とか今のフラグシップモデルですね、そのあたりに積まれているセンサーと変わらないので、全く同じ写真が撮れるっていうのも富士フィルムの大きい特徴ですね。なので現状今出ている XT4、XT3、あとは X Pro 3、XT30、XS10、XE4 これは全ての
カメラで同じセンサーが使われているので、どれで撮っても基本的にはフィルムシミュレーションの違いとかはあれど同じ写真が撮れるっていう風に思っていただければ分かりやすいかなと思います。なので、まあ、ここがですね、まあ、やっぱり難しいところで、X Pro 3、じゃあ僕が買った時、今ちょっとどれぐらいの金額か分かってないですけど、まあ、大体23万円ぐらいした中で、これ10万円ぐらいじゃないですか。10万円でも同じ写真が撮れちゃうんですよね。なので、本当にそこの10万円の価値ってどこにあるのかっていうと、まあ、やっぱりその堅牢性だったり、まあ、小さければ絶対に使いやすいっていうわけではないので、写真撮影の場合、ある程度の大きさがあったり、グリップがあった方が写真撮影はしやすかったりするので、まあ、そのあたりのやりやすさ、撮影のしやすさだったり安心感みたいな部分がその10万円っていう差なのかなと思うので、今からカメラを始めたいとか、まあちょっとカメラをグレードアップさせたいっていう場合だと、全然この XE4 で僕はこと足りるのかなというふうに思うので、いいかなと思いますし、例えば X Pro 3を持っている人でサブカメラで購入したいっていう方は XE4 すごくいいカメラなんじゃないかなと思います。まあやっぱりその撮影の現場っていう風になると、カメラ1台で行くことってほぼないので、基本的にはサブカメラとセットでカメラ2台で撮影現場に行くことが多いんですよね。っていうところを考えた時に XE4 はサブ機としてはすごくいいかなと思います。はい。でですね、まあこれがまあ作例という形で見ていくと、まあ全然もう十分すぎるほど撮れてるかなと思います。10万円のカメラでこのクオリティが撮れるっていうのはもうすごいことかなと思いますね、正直に言うと。うん、いやめちゃめちゃ画質いいですね。まあ X Pro 3と変わらないのでいつも見ている画質かなと思うんですけど、まああとはカラーシミュレーションですね。まあそのカラーシミュレーションっていうのは富士フィルムの中でのその一番のこう目玉かなと思うんですけど、僕がまあ一番もうとにかくずっと使っているのは、クラシックネガですね。もうどの写真に対してもクラシックネガを使ってます。なんていうんですかね、もう本当にもうこれ以外いらないなっていうふうに思えちゃうぐらいいい画質を吐き出してくれるので、僕はもう最高だと思いますね。もう本当にもういろんな人に試してもらいたいフィルムシミュレーションかなと個人的には思ってます。まあ、あとはクリエイティブコントロールっていう機能もあったりもするんですけど、まあ、使う人使わない人っていうのはすごく分かれるので、僕はそんなに使うタイプではないんですけど、まあ、これも上位機種と同じように使うことができます。ではオートフォーカスですね。オートフォーカスに関しては、まあ、そのレンズとかの組み合わせとかにも結構大きく変わってきます、富士フィルムの場合。例えば XF35mmF1.4 とかだとオートフォーカス正直そんなに速くないんですよね。まあレンズ自体が2013年に出たレンズだったりするので、そのあたりはこう残念ながら速くはないですが、多分その XF27mm の F2.8 の第2世代、新しく発売するレンズになりますが、そのあたりと組み合わせると結構速いかなと個人的に思ってたりもするので、そのあたりはすごく注目な点かなと思います。まあ、正直その AF に関してはソニーとかには多分全然勝てないぐらいの速さになってるかなと個人的には想定してるんですけど、いい意味で速かったりとかすると嬉しいかなと思いますね。あとは映像ですね。これが 6K 相当のデータから 4K の映像を生成するオーバーサンプリングの 4K を撮影することができます。しかもフル HD だと 240p でハイスピードを撮れるということで、 24p のタイムラインで作った時には約10倍のスローモーションを作れるというところも大きい特徴かなと思います。で、この辺りで特徴としてはあんまり書いてなかったりするんですけど、実はこれ HDMI、ミニ HDMI のケーブルの端子がついてます。で、X Pro 3にはついてなかったんですけど、これあると何がいいかっていうと、外部モニターを使うことができるんですよね。外部モニターに出力することができて、映像の撮影機材としても使うことができるので、この辺りはすごくいいかなと思います。 X Pro 3の場合は逆にもう写真に完全に特化した機材になっているので、 HDMI ケーブルっていうのはさせないんですよね。なのでフリップもまあ全くできないので、映像とか撮るときに自分がどういう風に映ってるのかっていうのを、外部モニターとかがさせないので全く見ることができない、機種になっているので、そのあたりはいいかなと思いますね。このやっぱり薄さですよね。これが XF の 27mm F2.8 の第2世代ですね。僕持ってるのは第1世代で、第1世代でもですね、かなり写りは良くて僕はすごく満足しているレンズになるんですけど、それの第2世代もやっぱりいいですよね。絶対 F 性能とか上がってると思うので、重さが約 84g っていうところで、さっきのと合わせると大体 450g ぐらいですかね。そのぐらいなので、本当に持ち運び携帯性はいいかなと思います。
という感じが XE4 ですね。で、まあ、冒頭でも話したんですけど、このカメラ XE4、まあ、中級機っていう風に位置付けられているカメラになるんですけど、富士フィルムの中でこれと迷うのは、まあ、XS10 とあとは XT30、 この3機種で迷うかなと思います。で、じゃあどれを基準に選べばいいかっていうと、僕の個人的な意見を言わせてもらうと、もう自分の好きなカメラ、もう見てくれですね、外観がどれがいいかっていうので選ぶのが僕はいいかなと思います。何度も言ってるんですけど、富士フィルムって特徴的なものとして、上位機種だろうが中位機種だろうがセンサーが全く同じものを使ってるので、撮れるものっていうのは変わらないんですよね。なので XE4 を選ぼうが XS10 を選ぼうが XT30 を選ぼうが、どれも同じ写真が撮れるっていう大きい利点があります。ただ一つ付け加えるとすると、 XT30 ってこの3機種の中で一番古い機種になってくるので、フィルムシミュレーション、先ほど言ってたクラシックネガだったりは入ってないので、もし選ぶとしたらその2択ですね、 XE4 か XS10 か、この2つの選択肢になるかなと思います。で、ここに関してはですね、まあ本当に見てくれっていうところで選ぶのと、まあ分かりやすく言うと、僕の位置づけとして XE4 はどちらかというと写真を多く撮りたい人で、 XS10 に関してはどちらかというと動画を多く撮りたい人、まあこういう位置づけで、機種を選ぶのがいいかなと思います。理由としては XS10 の場合は録画ボタンがついてたり、モードを変更しなくても録画することができるっていう機能がついてたりするので、まあ分かりやすいかなっていうところが一つと、あとはバリアングルですね。バリアングルって写真をこういい写真を撮るっていう位置づけよりも、どちらかというと映像向けに作られているような側面の方が多かったりするので、もし映像をやりたいっていう方は XS10、 写真の場合は XE4、 まあ十分どちらでも写真も映像も撮れたりするんですけど、そういった位置づけをする方が分かりやすいかなと思いますね。で、XS10 の方が若干ですね、金額としては13万2000円というところで高くなってたりはするので、そのあたりだけ注意が必要です。あともう一個ですね、 XE4 フリップで180度上げることができるので、映像も自分がどういう風に映ってるのかっていうのを見やすかったりすると思うんですが、その部分にですね、ちょうどマウント臭がついてたりするんですよね。で、そこのマウント臭って結構映像だと例えば外部マイクをつけたり、そこの臭にはめてマイクをこう固定したりするっていうことが多かったりするので、そのマイクをつけるとですね、せっかくフリップできるモニターが全然見えないっていうことが起きたりします。なので、そういった自撮りの映像を使いたい、自撮りの映像を撮っていきたいっていう時も XS10 の方がおそらくおすすめかなと個人的には思ってたりもします。はい、ということでですね、発売直前っていう形になってしまったんですけれども、 XE4 のお話をしてみました。僕、まあ、XE4 ももちろん気になったりもするんですけど、 XF27mm の第2世代ですね、これも結構気になってたりするので、機会があればですね、レビューしていこうかなというふうに思っております。いつもファッションだったりガジェット機材を紹介してますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。